こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、 大人の男性に似合う最強のパーカーはこれに決定というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。皆さんはパーカーはお好きでしょうか僕自身はかなりパーカーが好きで、これまでいろんなブランドのパーカーを着てきたわけなんですね。ユニクロのパーカーからドメスティックブランドのパーカーまでいろいろと買ってきたわけなんですが、このパーカーというアイテムは結構ですね、大人の男性にも似合いやすいアイテムなのかなと思います。 ただですね、本来のパーカーのイメージというと、どうしてもこう、部屋着チックで、なかなかですね、大人には似合いづらいんじゃないかなと感じている方も少なくないかなと思うんですね。ただ、ここ数年のパーカーというのは、表面の素材感も結構クリアで、上品に見えて、なおかつ無地なので、意外とですね、大人の男性にも似合いやすいんですね。また、トレンド的にもすごく綺麗めな細身で、上品な着こなしがトレンドの時もあれば、割とちょっとゆったりめのサイズ感で、 カジュアルなものがトレンドの時があったりするんですが今はどちらかというと校舎寄りのトレンドなのでそういった空気感にも結構パーカーは合いやすいかなと思うのでぜひ大人の皆さんにもですね活用していただきたいアイテムかなと思っているんですねただここで一つ問題があってパーカーといっても本当にいろんなブランドのものがあり価格帯もまちまちなのでどれを買えばいいのかわからないという方が少なくないかなと思うんですねそこで今回の動画ではパーカー好きのですね僕が選ぶこのアイテム アイムがきっとバランスが良くて多くの男性にとっては使いやすいだろうというものをですね実際に買って持ってきたので早速ご紹介をしてみたいなと思いますこちらのアイテムですねはいということで僕がですね今回ご紹介したいのはグローバルワークのライトクッションパーカーの色はアイボリーですね価格が5,990円ということでパーカーの中では安すぎず高すぎずというこの価格のバランスも含めてかなりですね使いが ののいいいい着にななっててるるるかかと思ますすすもう大定番のアイテムででではあるんんねねどれぐらい売れら売、ね、やっぱり売れてる商品には訳があってかなりよくできています。僕もこのシリーズ自体はですね、これまで3、4着買ってるかなと思います。パーカー自体も持っていますし、あとはフードの付いてないスウェットも持っているんですが、まあ、とにかく着心地も良くて、しかも軽い。さらには表面の質感ですね、このあたりもさらっとしていて、グローバルワーク特有のですね、 ね機能性と見た目の良さの充実がしっかりと両立しているアイテムになるので、今回はこちらのアイテムを実際に着ながら、その使い勝手の良さ、コーディネートの幅の広さ、そのあたりもちゃんとお伝えしたいなと思ってますし、僕が持っているですね、その他のパーカーですね。今回持ってきたのは、セレクトショップのオリジナルですね。エディフィスのパーカー。これまためちゃくちゃ名作でいいんですが、まあ、こういったものとどこが違うのか、またはですね、もうちょっと高いものだと、ドメスティックブランド。 レミレリーフのパーカー、これまた愛用してるんですね。価格が全然変わってくるんですが、まあ、そのことによる見た目の差がどれぐらいになるのかというところも含めて、まあ、しっかりとお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょうはい、ということで実際に来ていましたが、いかがでしょうか なかなかバランスのいいですね、パーカーに仕上がってるかなと思っています。ちなみに僕はですね、身長 164cm、53kg と、 小柄な体型なんですね。まあ、本当のジャストサイズとしては S がしっくりくるかなと思うんですが、まあ、最近はトレンドの影響もあって、僕はワンサイズ上げて M を着ることが圧倒的に多いんですね。ですが、今回こちらのですね、ライトクッションパーカーはサイズ S を選びました。S とは思えないぐらいですね、ちょっとゆったりめのシルエットになってまして、身幅を見てもらうとですね、ちゃんとつまめるぐらいのたっぷりとした身幅がありまして、だけども着丈はですね、そんなに長すぎないというところ、 ところでそのあたりがですね、トレンド性があって、非常にですね、様になりやすいようなパーカーに仕上がっているかなと思います。同じくユニクロにも、このような素材感のパーカーがあるんですが、まあそういったものと比べても、最初から少しゆとりのあるような設計になっているので、よりトレンド感が出やすいような見た目になっているかなと思います。まあこちらのパーカー、カラー展開がかなり豊富なんですが、その中で今回はアイボリーを選んだわけなんですけども、個人的にはアイボリーというよりは、すごく明るいですね、 ライトグレーのように見えるんですね。真っ白のパーカーも個人的には好きなんですが、それよりも少しですね、色に曖昧さがある方が今っぽく、なおかつですね、おしゃれにも見えやすいかなと思うんですね。そういった意味でこのアイボリーはすごく良いカラーに仕上がってるかなと思います。まあ、大人の男性が春先に1枚で来ても様になりますし、この後お見せしますが、 やはりですね、重ね着の際にも、このようなパーカーってすごく便利なんですね。ロング丈のコートですとか、あとは最近ですね、ショートブルゾンなんかも増えてるかなと思うんですが、そういったものの内側としても機能するので、結構ですね、様々な季節、真夏以外は使えるかなと思うので、1枚あるとすごく便利なアイテムかなというふうに思っています。まあ、デザインの特徴なんですが、まずサイズ感、少しゆったりめになっていて、トレンド感が溢れるというところ、あとはですね、パーカー特有の紐です。 ちょっと見ていただきたいんですけども、このようなパーカーですね。僕の私物のレミレリーフのものなんですが、こういったものって紐がついていますよね。これがですね、こちらのライトクッションパーカーには省略をされてるんですね。紐がないことでちょっと綺麗感が出せるよというところ。そしてもう一つパーカーのすごくですね、特徴的なパーツなんですが、 ここですね。ポケットが腰にもついていると、外付けのポケットで、いわゆるカンガルーポケットと呼ばれるものなんですが、これがないんですよね。このあたりがスッキリとしているのが分かっていただけるかなと思います。ただ、機能としてちゃんとポケットもついているので、そういった点ではですね、非常によく考えられているかなと思います。 個人的にはこのような紐だとかカンガルーポケットっていうのはパーカーらしくて大好きなディティールなんですね。ただカジュアル感が出てしまうのでできれば大人の男性がスッキリ着るのであればこのようなパーカーが理想的かなと思います。どちらかというとクロート向けのパーカーがレミレリーフで一般的に使い勝手がいいのがこのようなグローバルワークのパーカーなのかなと思っています。素材の質感も違くてこちらの方はですね、いわゆるコットンをベースとしたような パーカーになってまして、皆さんがよく想像するのはこちらに近いかなと思うんですね。一方でグローバルワークのパーカー、これはユニクロもそうなんですが、ポリエステルですとか、レイヨン、そしてポリウレタンですね。このあたりが混合されているような、河川ベースの素材化になっていまして、取り扱いがしやすいんですね。まずはストレッチがものすごく効いていて、 着ていて楽というところ、あと肌触りも滑らかなんですね。このあたりはやはり今っぽい素材使いで、現代にフィットしたような素材感に仕上がってるかなと思います。こちらのグローバルワークのパーカーは3層構造になっていて、一番外側ですね。こちらには TR 素材を使われているので、表面の質感が滑らかで、なおかつ光沢感ですね。微光沢の雰囲気が伝わるので、すごく高見えするんですよね。このあたりの綺麗さというのが、まあ大人の男性にも似合いやすいポイントかな。 と思っています僕はこのシリーズっていろんなものを持ってまして、パーカーもこれ以外にも持っていますし、あとはですね、フードの付いてないスウェットも持っているんですが、まあ、本当に着心地がいいので、僕は自宅と事務所、それぞれ部屋着としてこのシリーズを持っているんですが、非常に快適な着心地なので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、このようなちょっと良いパーカーと比較すると、デザイン的にはすごくシンプルで、誰にでも似合いやすいというところはあるかなと思うんですが、やはり価格帯が上がることで、 色合いですね。ちょっと汗たような感じだとか、加工の雰囲気なんかがすごく凝ってるのがレミレリーフのパーカーかなと思うんですね。そういった点で見ると、クロード的にはすごくこっちのパーカーは満足度が高いかなと思うんですが、その分どうしても価格が上がってしまうんですね。もう一個ですね、あげたいなと思うんですが、こちら。 エディフィスのですね、こういったパーカー、素材感としてはすごくですね、グローバルワークのものに近くて、肌触りのいいダンボールニットを使っているんですが、これはですね、僕は大好きで、個人的にも過去2枚買いましたし、普段のスタイリングの際に散々使ってきたのがこちらのパーカーなんですね。最近ではユニクロですとかグローバルワークでも似たようなものが出ていますが、まあその先駆けに近いぐらいですね、このエディフィスのパーカーって、早い時期から展開をしていて、未だに人気のものなんですが、 色使いですよね。色の表現だとか、あとはデザインのバランスなんかで言うと、非常に完成度が高いんですね。ですので僕もこのパーカー大好きでよく着てるんですが、やはり価格の面ですね。グローバルワークに比べると2倍近くしてしまうので、買える人の範囲がちょっと狭まってしまうというところでは、ややクローと向けかなと思います。同じパーカーでも素材感が全く違う2つ。そして、素材感も含めて似た雰囲気なんだけども、値段が大きく違うというところでは、本当に様々なパーカーの選択肢があるのは、 素晴らしいことだなと思うんですが、コストパフォーマンスの高さというところで言うと、やはりグローバルワークのこちらのパーカーは、すごく取り入れやすい一着なのかなというふうに思っています。こちらのパーカーを使った着こなしなんですが、基本的には、このようにパーカーをメインにするときには、ブラックのパンツで引き締めてもらうのが、最もバランスがいいかなと思います。まあ、これに対して白パンだとか、そういったものだとなかなか色がぼやけてしまうので、やや難しいかなと思うので、ブラック、ダークグレー系のパンツで引き締めるのが、まず鉄板かなと思います。そしてこのパ ーカーの上にアウターを着るという着こなしこれがですね結構使い勝手が良かったでするのでこの後ちょっと着替えながらですねそのあたりも解説をしていきたいなと思っていますはいということで重ね着をしてみましたどうでしょうかまあ、この着こなしが個人的には一番使い勝手が良くてぜひ皆さんにそのままですね真似していただきたいような鉄板コーデかなと思っています今内側に着ているこちらのグローバルワークの アイボリーのパーカーには何が一番合うのかと言ったら、こちらのですね、ベージュ系のステンカラーコートかなと思います。今着てるのは、まあ、グリーンレーベルがですね、毎年定番でやってるナイロンオックスのですね、ステンカラーコートなんですが、このようなベージュ系の色とアイボリーのパーカーはちょっと柔らかい色同士でめちゃくちゃ相性がいいので、 ぜひ皆さん合わせていただきたいなと思います。まあお手持ちをステンカラーコートでベージュ系であれば何でも合いますので、まあぜひトライしていただきたいんですが、ここでちょっと上半身明るめにまとめています。 ちなみにですね、パーカーの内側には白シャツを入れています。もちろんですね、これ T シャツの上にパーカーを着るのもいいんですが、スタンドカラーの白シャツですね。これも先日ユニコロのものをご紹介しましたが、そちらを内側に着て、その上にパーカーを着るとですね、ちょっとだけす口からシャツが覗くんですね。そうするとレイヤード感が楽しめるので、こういった着こなしもぜひ皆さん頭の片隅に置いていただきたいなと思います、まあ。いずれにしろ上半身はちょっと柔らかめのカラーで、 まとめて、ボトムスに関しては、 ブラック系のパンツですね。こういったものでシャキッと引き締める。もちろんダークグレーとかネイビーとかでもいいかなと思うんですが、いずれにしろ濃い色で引き締めてあげるとバランスがいいかなと思います。まあ、パンツのシルエットは結構お好みで良くて、パーカーと同じようにグローバルバックで揃えるのであれば、アーバンスラックス、やや細身のシルエットなんですが、そういったもので綺麗めに合わせるのもいいと思いますし、少しトレンド感出したいなという場合は、ユニクロのタックワイドパンツですね。最近出たもので、先日も動画ご紹介しましたが、 ああいったですね、ストレートにストンと落ちようなボトムスですね。そういったもので、ニューバランスのシューズと合わせても、なかなか相性がいいんじゃないのかなと思います。まあ、パーカーみたいなカジュアルなものと、結構ニューバランスって相性がいいんですね。なので僕はパーカー着るときには結構このような足元はニューバランスで合わせているんですが、まあ、どうしてもですね、カジュアルになりすぎてしまうので、ステンカラーコートのような、少し着丈の長いですね、綺麗めなコートを合わせてあげることで、一気にですね、バランスが整うので、ぜひこの着こなし、 ももう大鉄板ななので皆さんも再現してていいいたただきたいなと思っていますちなみにこのようなロング丈のコートだったらステンカラーコートだけではなくてチェスターコートですね。ジャケットの着丈をそのまま長くしたようなコートですね。このあたりでも合うので比較的ですね、様々なロングコートとも合わせやすいかなと思います。じゃあ短い丈のアウターを合わせるとどんな見た目になるのか、このあたりもですね、ちょっと着替えながら皆さんに見ていただきたいなと思っています。 はい、着替えてみましたが、どうでしょうか意外とですね、ショート丈のブルゾン、そんなに合わないかなと思ったんですね。というのも、パーカー自体がカジュアルで、ショート丈のアウターもですね、ちょっとカジュアル見えするので、大人にはなかなか難しいかなと思ったんですが、そんなことはなくて、かなりバランスが良かったので、ぜひ皆さんもこういった重ね着、試していただきたいなと思います。ちなみに今僕が着てるのは、これ昨年ですね、ご紹介したものなんですが、シップスエニーのショートブルゾンで、これまたですね、めちゃくちゃ使い が良くてかなり着たアイテムなんですが色ブラックに表記はなってるんですけれども正直ですね真っ黒というよりはチャコールグレーに近いような色合いなんですねなので割と大人っぽく見えますしショート丈なんですけども適度に綺麗な感じがあるのでこれと合わせるんだったらすごくバランスがいいんじゃないのかなと思いますちなみに春も新作でこれまた再入荷しているのでまぜ、あ、ひ皆さんもチェックをしていただきたいんですがこういった濃い色のショート丈のアウターであればまあ、結構合わ せがしやすいいかなと思うので、まあ、是非重ね着に使ってみてみただ、きたたいいなと思いますただボトムスなんですが、ちょっとこの前にいろいろと試したんですね。カーゴパンツだとか、ブラウン系のパンツだとか、デニムだとか、いろいろと試したんですが、アウターとパーカー自体がカジュアルなので、ここはいつも通りで申し訳ないんですが、ブラック系のパンツで、モノトーンで仕上げた方が、ショートだけのアウターにはバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、足元なんですけども、まあ、ニューバランスでも悪くないんですが、ちょっと大人っぽくスッキリめにしたか ったたのので白ジャーーーマントレーナーを合わせてみましたこのような形で、ショート丈のアウターもカジュアルなんですけども、結構ですね、全身の色の数をですね、2色ぐらいで抑えて大人っぽく合わせれば、ショート丈のアウターでもパーカーすごく合うかなと思うので、このような着こなしもですね、ぜひ実践していただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人のパーカーはこれが最強というテーマで、グローバルワークのライトクッションパーカーですね。こちらについて解説をさせていただきました。まあ実際ですね、最強と言いつつ、人によってどこを重視するのかは様々だと思うんですね。デザイン性の良さですとか、素材感、機能性の良さですとか、 あとはですね、ブランドの世界観だとか、さらに言えば価格帯ですね、このあたりですとか、まあ、いろんなですね、判断基準があるんですが、その中でこのグローバルワークのパーカーというのは、 デザイン性もいいし、素材感すごく気持ちがいいです。機能性で言うと、すごくストレッチも効いていて、チアにもなりづらいですね。まあ、ブランドの世界観としては、いわゆるこうハイブランドだとか、ドメスティックブランドと比べると、まあ、どうしてもそこまでの魅力というのは感じないという方もいらっしゃるかもしれないですが、ユニクロとか GU に比べると、少し価格帯も上がるので、人との違いも出しやすいですし、気分もやや上がるかなというところでは、差別化もできるポイントかなと思います。まあ、このように様々なポイントで見たときにも、非常にバランスがいい のがグローバルワークのパーカーかなと思うんですねどんなに良いパーカーでも価格帯が高いとなかなか手が出しづらいかなと思うので、まあ、セレクトショップのオリジナルですとかドメスティックブランドのパーカー個人的には大好きですが、まあ、皆さんにお勧めできるような大人のパーカーというところでは非常にバランスが取れているのがまさにグローバルワークのパーカーかなと思いますぜひ皆さんもですねオンラインですとか店頭でチェックをしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべ 分かりやすすく解説したいいなと思っているんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています週に4本のオリジナルの動画とそのうち1本はですね皆さんと直接ですね対話をしながら進めているライブ配信も行っていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンもですね開催をしていますそちらの方ではおすすめのアイテム アイテムですとかコーディネートの解説を僕の方で1日2回投稿していまして、僕以外のスタイリストの方ですとか、あとは参加者の皆さんもですね、記事を配信することができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイと楽しむような場所になってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。